鉄取温泉駅は石川県石川郡鳥越村座上野にかつてあった北陸鉄道近麗線の駅である。設置当初は上野駅と称した。後に鉄取温泉、鉄取遊園が付近に設置され、当時客や親子連れで賑わった洋館風の造りの駅舎を持っていた。乗降客数は1984年当時、近麗線全駅の中で一番多く、 一日平均二百五十四人。天正年間に鳥越城主が愛用した湯治場という伝説がある。九百五十年に鳥越、河内、吉野谷の三村の有志が開発を始め、九百五十三年に敷屈。泉出は含む石膏棒商船。泉音は二十三点五度で顔を要する。手っ取り遊園の開園に伴いよ客が増加したため、 1957年に、中宮の温泉、岩間温泉と合わせて、白山温泉号の一部として、国民保養温泉地に指定する運動を起こし、1961年に、厚生省の指定を受けた。当時は、村営の国民宿舎、手っ取り温泉センター、城山閣を、はじめ3軒の旅館があった。現在は、バードハミング、鳥越のみが営業している。 北陸鉄道が近明線の乗客像を目的に建設した遊園地である。降雪のため営業期間は4月から11月だった。なお、手っ取り遊園地とも呼ばれるが誤りである。1955年9月15日開業。楽しい科学乗り物と称した大型遊具が人気を集めた。しかし、開業以来施設の整備拡充に力を入れなかった。 こと、昭和30年代に入り金沢などで、類似遊戯施設が開業したことなどにより、経営不振に陥った。1965年に、北陸交通社が買収し、営業を続けたが、自動車での来園者が増加し収入が激減したこともありますます。経営状況が悪化。百七十一年三月十一日をもって営業を廃止した。跡地には、 1992年に、村営の温泉リゾート施設、バードハミング鳥越が建設された、園内の主な遊戯施設など、ありがとうございます。